メカ丸がエヴァンゲリオンに乗ってしまったみたいです。先日放送された呪術廻戦2期の6話は渋谷事変の開幕や主人公虎杖君の1期終了からおよそ2年ぶりの出番となる記念日ということもあり、虎杖の人柄に感動する場面、小沢ちゃんの深いセリフや外見で判断され殺されたミミズ人間など、愛をテーマにした人は外見で相手を決めるという皮肉をミミズ人間と虎杖の恋愛で描きつつ、見た目を気にせず仲間と接するミワちゃん、戦いの中でミワちゃんを思い出すメカ丸へ愛や外見を印象させる本気すぎる構成で呪術スタッフが挑んだため、呪術最新は最高だ、この漫画面白いな、からこの漫画好きだに変わったかいと大盛り上がりしたため、メカ丸も気持ちが入り、真人の戦いでは出し惜しみはしないと乗り込んでいたのがエヴァそっくりの究極メカ丸試作0号だったため、呪術見てたらエヴァ始まった、呪術回戦なのにいきなりエヴァ出てきたと呪術ファンからそうツッコミされ、さらにはメカ丸が大量の傀儡を出すシーンを見て大量の綾波が出てきて気づいたらエヴァになってたと答える人がいて、思わず笑ってしまいました。他にもメカ丸の本体がムロケンの師匠にそっくりではないかと言われる方や、細かい部分では本当の部分が銀魂という方もいて、ちょっと納得してしまいました。実はそんな作者の芥見先生、アベマのインタビューで影響を受けた作品はの回答に新世紀エヴァンゲリオンと答えられており、以前にも呪術廻戦0の乙骨裕太くんにシンジくんの声優尾形めぐみさんがキャスティングされ、乙骨くんがシンジシンジしとる、これが乙骨シンジ現象かと映画館で乙骨とシンジくんが夢の共演したと話題になりましたね。他にもアベマのインタビューで芥見先生が影響を受けた作品にハンターハンターやブリーチも答えられており、呪術2期の6話でミミズ人間がトレンド入りを果たして、ハンターハンターのミミズが今頃になってトレンド入りをしたのかと勘違いされる方々が現れるなど、他にも呪術2期の6話の数日前に放送されたブリーチ千年決戦21話では、ブリーチ見てたら急にプリキュア始まったとブリーチのバンビーンズの変身カットがあまりにもプリキュアだと呪術廻戦と同じように突っ込まれるなど、影響を受けた作品全てに何かしらの関わる現象が起きていましたね。これが意図的なら怖すぎます。ちなみに呪術2期の6話によって別作品の銀河英雄伝ミッターマイヤさんもトレンド入りを果たしていたのですが、長くなりそうなので、こちらは呪術30話小ネタが多すぎる、虎杖18歳未満禁止、パのお店へ行ったそうですで紹介しようと思います。詳細はコメント欄へ。